ニコラ一世は、モンテネグロ公、後に、モンテネグロ国王。また、詩人でもあり、モンテネグロの国民家、お名も、名もを書いたことでも知られる。おじのモンテネグロ公、ナニーロ一世が死死なく、没したため、皇位を継承した。ニコラ一世は、オスマン帝国に対する独立闘争を指導したが、これらのバルカン問題を背景に、ロト戦争が起こり、その講和条約として、 サンステファノ条約が1878年に結ばれた。ベルリン会議を経て、これに修正を加えたベルリン条約が同年に結ばれたことで、モンテネグロのオスマン帝国からの独立が国際的に承認された。その後、1905年の憲法改正によって、ニコラ一世は1910年にモンテネグロ港からモンテネグロ国王に昇格した。 1912年には、ギリシャ、セルビア、ブルガリアと共に、バルカン同盟を結成して、オスマン帝国と対立し、第一次バルカン戦争を起こして、オスマン帝国に勝利した。ついで第一次バルカン戦争の講和条約である、ロンドン条約に不満を持つブルガリアが1913年に、第二次バルカン戦争を起こすと、これに反撃したギリシャとセルビアに続き、ブルガリアに勝利した。 第一次世界大戦では連合国として参戦したが、対する中央同盟国のオーストリア・ハンガリーに、モンテネグロは占領され、ニコラ一世はフランスへ亡命した。その後モンテネグロはセルビアに占領され、1918年にセルブクロアート・スロベーン王国に吸収されて消滅したが、その後もニコラ一世は、モンテネグロ王位を主張し続けた。ニコラ一世夫妻の遺体は、 1989年に祖国モンテネグロへ移送された。1860年に領州の娘ミレナブ・コティッチと結婚し、三男九女を設けた。王女たちはイタリア、ロシア、ドイツ、セルビアの王家などに嫁いだため、ヨーロッパの義父と呼ばれた。ありがとうございます。